今村力三郎今村力三郎から1954年6月12日は日本の弁護士であり元裁判官専修大学第五代総長品の国志もいなく飯田村に生まれる旧姓は八屋であったが今村家の養子となって今村姓を名乗った1884年に上京し友の正臣大臣院判事の玄関板を押しながら 1886年に先週学校法律科に入学する。1888年、在学中に大元任試験に合格して、先週学校を主席で卒業し、1889年から弁護士としての活動を開始した。1894年から1898年に裁判官として任官した後、1954年に没するまで在野放送として、 民事及び刑事の多岐にわたる事件を扱い活躍した。足尾鉱毒事件の弁護を担当したことから、田中正造を介して、高徳修水と知り合い、後に大逆事件の弁護を引き受けることになる。弁護士活動の傍ら、1920年から35年間にわたって母校である専修大学の評議員や理事を務めた。1946年、 当時今村は80歳を超えていたが、学生からの懇願もあり、修善寺の温泉付きの別荘での隠居生活を引き払い、総長に就任した。当時は、戦後の学生改革として、旧制大学から新制大学への移行期であり、それに伴う設置基準により、施設や人員を整備することが要請されていたものの、財政的に厳しく、 専修大学は存亡の危機に立たされていたが、日本電機から現在の生田キャンパスを入手して、施設を拡充させ、同時に学部の拡張を図り、その危機を乗り切った。杉並の青州に敷地1万平方メートルという広大な屋敷を持っており、庭にはボートが浮かべられるほどの池もあったというが、修禅寺の別邸とともに、そのほとんどの土地を専修大学に寄付した。 その後は、校舎の一部に今日構えて生活し、大学の再建に奔走した。葬儀も大学内の体育館で行われた。ありがとうございます。